ディベートがしたい。おお、そんな感じなんですね。うん、ディベートでね、うん、したいし勝ちたいのよ。あ、ディベート弱そうやもんな。いや、まあ弱いね。ゆめっちも、うん、いや私相当弱いよね。ちなみに私、ひろゆきさんに勝ってます。あ、わあ、ディベートの王様に。はい、すごい勝ってる。あのディベートの番組で、だから普通にやったら私はもう勝っちゃうと思う。2人だからもう勝ちたい。今の発言からも勝ちたいのよ。あ、勝ちたくなった。勝ちたくて悔しい、うん。じゃあ、あのもう、うん、かなでちゃんが勝てると思うお題で、うん、勝てると思う方を選んでいく。めちゃくちゃ有利じゃん。でも結構恋愛系だったら、うん、なんか勝てる自信あるんだよね。お、勝てるやつね、かなでちゃんが勝てます。はい、お題は、はい、人を好きになるときに、はい、外見重視か、外見重視か、足の速さ重視か。足の速さ重視。はい、中身重視じゃなくて。中身じゃないです。中身やったらもう負ける可能性があるんで。なるほど。はい、で外見重視、外見重視、足の速さ重視。足の速さ、分かりました。それではディベートスタート。どうぞ。まずは私、はい、人のことを好きになった時に、はいはい、まあ、直感、結構一目惚れしたこともあるんですけど、はいはい、普通に顔がかっこいいなって思って好きになったことあるんで、まあそれが強いかなと思います。はい、顔も体も全て含めて見た目が好きってなった時に、はい、見た目好きです。そうやってかっこいいってなるわけですよね。かっこいいとなります。私は足速い人がかっこいいと思うんですよ。逆に見た目があんまり冴えない方がむしろ、あ、こんな速く走れるんだ、はい、かっこいいってなるんですよ。いやでも、はい、じゃあ足速いのはかっこいいとしても、はい、イケメンだったらもっとかっこいいじゃないですか。ああ、足速い方にも今入ってきちゃってる。違う、ボルトはかっこいいんですけど、ああボルトがとんだブサイクだったら、はい、ボルトの方が私は好きです。え、どういうこと、ごめんなさい。じゃあ足速い方が好きってことですよね。違います。あ、違う、聞いて、違う、はい、ボルトが2人いたとする。ボルトが2人いる。ボルトが2人いて、1人はボルト、1人はボルト、あの2人目はすんごいブサイクなボルト。誰だよ。じゃあ分かりました、うん、まあ、逆に、うん、全く顔一緒のもう本当に冴えない人、うん、もう全然自分の見た目タイプじゃない人が2人います、うんうん、足速くない、うん、いいその人か、足速いその人、どっちがかっこいいですか。足は速い方がかっこいいと思うんですでしょ。一瞬待っとくでしょ。ごめんなさい、はい、ちょっと待ってください。待ってもらっていいですか。はい、あのまず、はい、足が速いっていうのは、うん、まあいいと思うんですけど、うん、それ活用するとき、うん、2人でってあんまりなくないですか。かっこいいのはずっとかっこいい。だから寝るときもかっこいい。寝てるとき走ったら怖いでしょ。だから彼氏の試合見に行ったらめちゃくちゃ足速い、はい、うわ惚れ直したわってなると思います。私その小学校の時に足速いとかは、うん、こう持って生まれた運動神経の差とかあるんですけど、はい、もう自分の彼が世界一足速かった場合、それは才能だけじゃなくてすごい努力を積み重ねてきてると思うんですよ、うん、その努力も含めて私は好き、うん、あ、世界一足が速いウサイン・ボルト、世界一かっこいいよデカプリオ。なんで、はい、レオナルド・デカプリオが世に、はい、出たか、うん、もちろん演技も上手ですけど、うん、演技からじゃないです。あのビジュアル、じゃあなんでウサイン・ボルトが世に出たか。足が速いの速さなんです。どっちだこれ。足が速いんだけどもどう違うんですか、その外見のかっこよさと足の速さのかっこよさ。シンプルに私、うん、あのレオ様と、うん、あのボルトだったら、うん、私レオ様と付き合いたいです。まあ、それは外見派だからね。私はボルトと付き合いたいです、はい、あのね、まず、うん、あの気づいてないじゃあ大谷翔平好きですよね。大好きです。大谷翔平の好きなところはあの天才なところです。でしょ、はい、まあ、私もウサイン・ボルトの好きなところ天才なところなんです。見た目なんですね、大谷翔平の好きなところ。見た目じゃないです。見た目じゃない。終了。ちょっと一個言いたかった。これだけ、一言だけ、はい、まず、走ってるのかっこいいなって思うためには、うん、一緒の速度で走んなきゃいけない。いやいや、そんなことないよ。これを忘れないでください。マキも一緒に横で。逆に今、時間内に言ってたら減点やったでしょ。え、試合とかで見れるやん。陸上競技場で見えるし、同じ場所に行ってもバーって走っていったら早って思う、うん、終わってから言うことでもなかったです。今回のディベート勝者はマキです。ありがとうございます。なんでですか。これはごめんなさい。マキです。やらせじゃないですか、こんなの。ありがとうございます。おかしいでしょ。結
構負けてました。え、負けてたかも。どういう点がとか覚えてる？まあ、決定打は大谷翔平のどこが好き？天才だから、ブブーです。そこですよね。そこで外見ですって言ってたらまだもしかしたら見えるよ。はい、そうです。うわ、顔って言ってたら、あなた突き通してんなと思ったけど難しいんです。ちょっと私無理だ、イメージ頼む。じゃあ、かなえちゃんがジャッジやな。はい、買うなら、買うならワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、マキ、買うなら、はい、虫、虫、わかりました。これは有利でしょ。これはだいぶ有利よ。虫嫌いです、まず。で、ワンちゃん大好きです。そうなんだよね。でもそこを、はい、心殺して、はい、虫を知りに行こうと思います。はい、できるかな、マキに。はい、それでは、よーい、スタート。はじめまして、はじめまして、はじめまして。そっから、はい、私、はい、ワンちゃんがとっても好きで、はいはいはい、実際に2匹お家で飼ってるんですけど、うん、やっぱ飼う前と飼った後の人生観が変わったというか、もう本当にもう一緒にいる時も癒されるし、うん、お仕事行ってる時も あの子たちのために頑張らなきゃっていう気持ちが出てきて、すごい生きる活力になってるんですよ、はいはいはい。だから本当ワンちゃんは飼った方がいいなって思います。その気持ちは私も分かるんですよ、ワンちゃん飼ったことは、はい、あ、そうです。最近こんなニュースを見たんです。アメリカだったかな、ある少女が、13歳の少女が道路で死にかけてる蜂をね、助けてお花に戻してあげたんですって、うん、はい、そしたら、うん、お花に全然戻らず何回も少女の肩に乗ってくるんだよ。それが何回戻しても乗ってくると諦めて家に連れて帰ったんですって、うん、で、その蜂はもう窓を開けっぱなしにしても、うん、家から出ていかない、で少女がスーパーマーケットとか行くときは、うん、旗だったりとかメガネの上に乗ってついてくるんですよ。蜂にも恩返ししたいっていう気持ちだったりとか、うん、こう人間に懐くっていう気持ちがあるんだっていうネットニュースを見たときに、はい、私もともと虫嫌いだったんですけど、うん、これワンちゃんとどう違うのよ。ワンちゃんだけじゃん、猫ちゃんってか、あらゆる全ての動物、うんうんうん、やっぱりこう比べるものではないというか、もうあらゆる動物にやっぱ気持ちはあるし、うんうんうん、で、まあ、最近こうインスタとかで見たら本当コアラが人間に懐いてるとかいろいろ見たことありますけど、ウォーバットとかね、うん、懐かないと言われている生き物にもやっぱり人間に懐くっていう性質があるんだなって思った時に、うんうん、今まで虫が苦手だったことを反省しました。で、やっぱり私もワンちゃんずっと飼ってたから飼いたいんですけど、うん、やっぱりどうしても、寂しくさせてしまうとかいうことで、はい、なかなか飼えないし、うん、あと食費とかもすごいかかりますよね。かかりますね。あとこう、うんち、うん、ペットシーツ飼えたりとかも、はいはい、とにかく子供を一人育てるくらい大変なんです、うん、ワンちゃん飼うのって、うんうんうん、寂しくさせられない、旅行とかも行けない、うんうん、その点、虫って多分寂しいっていう感情までは私はないのかなって思って。でもですよ、はい、その虫、はい、あなたを殺しに来てたらどう思います？え、そのこいつ殺したろと思ってそいつ来てる可能性はありますか？ワンちゃんが飼い主噛み殺したみたいなニュース見たことないですか？ないです。いや、あるんですよ。どんだけ可愛がってるワンちゃんでもなんかこうやっぱ動物なんで何かのバーって刺激が、はい、でパニックになって、はい、首元に噛みついたりとかして、あ、ね、危ないです。飼い主を噛んで死なせてしまったっていう事例は結構あるんですよ。蜂は、うん、だってやっぱ人がでかいので うん、あちらも絶対怖いと思ってる。怖いから服従しなきゃ、うん、ブーンっていう。服従しなきゃ、怖かったら多分その家まで来ないと思うんですよね。やっぱり助けてもらったっていうことを記憶してるんだと思うんです、蜂も。でも顔をハグできますかって。終了はい、終了です。いやー、いけたな、これは。それでは、じゃあこれはね、ちょっと待って、はい、マキです。あー悔しい。ありがとうございます。いや、だって全然喋れへんからさ。そう、まずディベートを知らないあなたはなるほどねって言っちゃってるからあ、なるほどねはキンクなんですか、うん、なんか寄り添ってくれたし、寄り添ってたから、ね、ずっと。なんかすごいお話が上手だからさどこまで聞いたらいいんだろうってか、まあ、聞きたくなっちゃうのよ。まあディベート王は何でも選んでは私ということで、
最弱決定戦。絶対に負けたくない。いや私も負けたくないよ。絶対に負けられない。もし、一生、この季節でなるなら夏か冬か。冬ダメじゃん。まあでもじゃんけんで勝った方が冬。わかりました。じゃんけんぽい。あー冬。じゃあ冬ね。夏。それでは用意スタート。やっぱり、どっちの季節がやっぱ地球のこの環境にいいのかなって思った時に、まあ一見夏はね良さそうに見えると思うんですけど、すごい寒い国ってあるじゃないですか。もうマイナス、でもまあそこで暮らしてる方もいるじゃないですか。なんとかこうしのいで、火をねつけて暖炉にしたりとか。火つけたら二酸化炭素出ます。はいでまずこういうこと。あ、ちょっとごめん、もうちょっと優しく言うね。あの簡単にあなたに分かるように言いますけど、まず、寒いのはどうにか電力を使わなくても防げます、着込めば。でも暑いのっていうのは裸になっても暑いんだから。裸になれば廊下に裸で寝そべればいいじゃないですか。それ捕まります。まず暑いのはもうどうしたって無理だね。水かぶったって暑いんだから。でも寒いのは寒いよ、寒いけどこうもうとりあえずなんか着て。でもかさばって大きくなりますよ冬って。あ、それごめんなさい、個人的な話でしょそれあ、いやいや、あのやっぱ夏のファッションってめっちゃ可愛いんですよ。あ、ごめん、冬はアウターがあります。アウターを脱いだらまたもう一パターンあります。そして重ね着をしてる人はそれ脱げば。なんていうことでしょうか。ご飯美味しいです。ご飯美味しい、冬めちゃくちゃ寒いところって冬ご飯美味しいよね。美味しいよね。冬に食べたら美味しいもの、鍋があります。鍋はめんどくさいです。フルーツがあります。冬はあの冷蔵庫パンパンでも、ふるさと農場とかで冷蔵庫パンパンでも、なんか玄関に置いとけばさ寒かったらいけます。やけどします。逆に終了。見てられなくて見てられない。ちょっと待って、ごめん、ちょっと相手が悪すぎた。いやいやいや、子供すぎた。あなただよ。じゃあ一応ジャッジしますね。勝者かなで。あもうね、食べるまでもなかったし別に買ってもないです。強いて言えば負けてないだけ。強いて言えば勝者というか、このボロ勝ちでしょ。負けてなかった人かなでって感じです。全然嬉しくないんだけど。夫婦かなで夫婦。まず夏の良さっていうのを自分からは言えてなかった。ずっと返してるだけで自分からは言えてなかったかなと思う。かなでちゃんももう全然でしたけどね。マジでひろゆきさん待っててください。指ひろゆきさんに勝てるかな。